にちは、プロインタビュアーの早川洋平です。石平、恋と仕事と社会の Q&A、 今日は第14回です。井田さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、今日配信日なんですが、9月9日ということで、配信されている頃に公開収録をちょうど2回目しているということで、そうですね、はい、ちょっとドキドキなんですけども、今後もね、また続けていきたいと思います。そうですね、なんか公開収録楽しいですよね。楽しいですね、うん、やっぱりなんかね、音楽はどんどんライブに変わってるじゃないですけど、はいはい、なんか作家もライブをしてほしいなと。いやー、なんか時代が変わってるんだよね。変わってる、生の言葉が一番強い時代になってきてると思いますね。ラジオなんかでも音楽かけずにどんどんこう、パーソナリティのトークが中心になってるじゃないですか。そうですね、うん、それが、まあ、テレビもラジオもメディア全体がそっちに動いているんで、そういう意味ではなんかそんな悪いことでもない、うん、どうでしょう。そうですね、ただ書き言葉は逆にちょっと弱くなってるなっていう感じはしますね。確かに。さあ、今日14回、こんな質問をいただいています、はい、日本人の結婚観について。おう、この間一緒に飲んだ人が、妻とは1年前に結婚したばかりだけどセックスレスと言っていて驚いてしまいました、はい、適齢期ギリギリの彼女に押されて結婚したけど、もともとそんなに好きでもなかったし、結婚してすぐにセックスレスになったそうです、うん、30歳超えたから結婚しなければならないという風潮や、うん、周りのプレッシャーに負けてとりあえず結婚してしまう人って多いのでしょうか、うん、それで結婚してもすぐ離婚したりセックスレスになってしまいそうです。井田さんは日本人の結婚観についてどう考えていますか。もう年齢で切るっていうのは必要なくなったんじゃないですかね、うんうん、それとあの結婚に関してはみんなやっぱり一番よく言うのは、非正規だったり収入が不安定だとできないよっていうふうに言うんですけど、はい、いや非正規同士アルバイト同士だって結婚すればいいじゃんと思うんですけど ね、 そうですね、2人で暮らせばコストは下がるので生活の、うん、その分あの楽になるはずなんだけど、なんかみんなものすごく結婚を怖がりますよね。なんか、まあ、まあ食わず嫌いじゃないけど、必要以上にその結婚っていうのがなんか頭の中で大きく肥大してる感じはありますよね、うん、ありますね。でなんか完全な結婚、完璧な結婚をしないといけない、立派な式を挙げないといけない、うん、結婚したら絶対に一生相手を食わせないといけないみたいな、あの余計な妄想というか自分で決めた自己規制でがんじがらめになっているっていう気がしますね、うんうん、だから今の人なんかの話だと、結婚自体を例えば2人で作る1個の作品みたいな感じで、うん、だんだんと盛り上げていくっていうような対象化が必要なんじゃないかな、うん、結婚したらこれが生活だではなくて、この生活を楽しくするために何ができるか、ね、なんかクリエイティブなもんですよね、ある意味、うん、そうだから、いい結婚はあのどんどん良くなっていくじゃないですか、うん、なのでそこの部分は全然考えずに、もう最初から大して好きじゃないからって言って捨ててしまったら、もうその結婚が育つ芽がないよね。でもあの鶏が先か卵が先かじゃないけど、ある意味痛いところが、井田さんがさらっと、うん、いい結婚って途中後から良くなっていくものじゃないですかって言ったじゃないですか。それ多分結婚してる人は、うん、特にそう言ってる人は分かると思うんですけど、うん、これしてみないと分かんないっていうところもまた痛いところですよね、うん、ある意味。あ、そうだね、うん、でも実際にはその結婚式がピークで、あとはもう期待しないみたいなことを若い女の子みんな言うじゃない、うん、だからそういう点ではやっぱ日本の男がちょっとまだいまいちなんだろうね、うん、奥さんだったり結婚自体をこう盛り上げていく、そういうなんかトーンがないよね。もう何だったら本当観葉植物のでっかいの1個買ったつもりでさ、あの、うん、ちゃんと水やりをして育つって すごい立派な観葉植物だぐらいの気軽な感じで育ってほしいんだけどね、うん、そうですね。なんか、うん、言ってることは一緒かもしれないけど、逆にうまくいってる人の中で僕聞いたことあるんですけど、なんかもう努力して火をくべていくもんだって、うん、まあ、それは多分本質は井田さんの言ってることと一緒だと思うんですけど、うん、 あんまり逆にただ堅苦しくしちゃってもね、うん、なんかいやでもさ、そこは遊び心を持って火をくべるっていうのが大事なんじゃないの、うん、だって大して給料もらえない仕事だってこれだけ頑張ってんだから、まあその3分の1ぐらいは結婚に頑張った方がいいよね、うん、プライベート幸せになれるからね。でもなんかあえてこう、あの恥ずかしい言葉を聞きますけど、結婚ってこう苦しみを半分にして喜びを2倍にって、はいはいはい、それはどう思います？いや、それはあると思いますよ、うん、本当の利害関係者なので、なんか辛いことがあれば他の人とは違ってちゃんとあの同情してくれるし関心を持ってくれるじゃない、うんうん、それは会社ではただのネタだからね、うんうん、本当の利害関係者っていい言葉ですね、うん、だからそこをもうちょっと考えた方がいいよね、うん。でもなんかこの方の中ですぐ離婚したりセックスレスになってしまいそうですって、うん、なんでしょうね、なんかそ結婚してからが、うん、まあ、いい意味でも勝負っていう、なんかそういう意識あんまりないんでしょうね。そうですね、だから、まあ、セックスに関してはもうちょっとなんか楽しむ方向で考えた方がいいよね。楽しむ、うん、だからなんかならないかな、スペインとかイタリアの人みたく
なんかあともう最初にダメだったらダメみたいな風潮もありますよね。後から良くなっていくみたいな事実はあるのに、うん、でも基本的にはその努力で改善されるものなので、そのセックスに関しても仕事とか生活と全く同じだと思うんだけどね、うん、あ、特別じゃない、努力によって必ず改善される。あ、そういう本書いてほしいですね。あ、僕がAV ダニエルがじゃなく、そうそうそう、セックスは努力で改善する、なんかビジネス書みたいですけど、うん、まあ、井田さん書くといいかもしれないですけど、あ、はい、そうね、じゃあ僕はあの都度お願いしたいと思います。はい、わかりました、はい、ということで、はい、今日は第14回お届けしました、この番組では、番組への質問、募集しています。そして、石田屋ブックトークメールマガジンの方でも、質問を募集しています。こちらも初月無料ですので、ぜひチェックしてみてください、サイト石田屋公式サイトの方を、覗いてみてください。ということで今日は第14回でした。井田さん、ありがとうございました。はい、下井田でした。ありがとうございました。